はい、では今から折り紙を使って発泡手裏剣を作っていきたいと思います。完成品はこのようになります。で、大きさなんですが、普通の折り紙15センチ15センチの普通の折り紙を使って作っていくと、この大きさになります。で、これを4分の1に切ってこのサイズにして作っていくとこの大きさになります。今回は4分の1に切ってこのサイズで作っていきたいと思います。発泡手裏剣は折り紙を8枚使いますので、まず色は何色でもいいので8枚折り紙を用意してください。では早速折っていきたいと思います。まず1枚取っていただいて三角に半分に折ります。で、開いていただいてこの今折った線に沿ってこう折ります。反対側も同じように真ん中に合わせて折ります。ではこちら側も真ん中に合わせてこう折ります。こちらも同じように折ります。こういう形になりました。ただこの向きにしていただいて裏返します。それでここの角を軸にこう合わせてこう折ります。そしたら広げていただいて今度逆のここの角を軸にここで合わせてこう折ります。そしたら広げていただいて今折った折り目に沿ってですね、まずここをこうやってこの形ですね作ります。これと全く同じものを8枚作っていきます。はい、では8枚作り終わりました。全く同じものが8枚できたと思います。ではこれをあとは組み合わせていけば、完成するので、ちょっと難しいかもしれませんが、ちょっとじっくりやってみてください。まずこういう向きで持っていただいて、もう一つ持っていただいてこうですね広げます。で、もう一つこちらの方にこのようにですね入れていきます。これを奥まで差し込んでいくような形ですね。これを全部やっていきます。なかなか奥までいかないので、ちょっと頑張ってやってみてください。
で同じことをずっと繰り返していきます。最後の一つがちょっとやりにくいと思いますけど、まず同じように差し込みまして、こちらも全部奥まで差し込むことができれば綺麗な形になるので、はい、大体こんな感じですかね。完成です。